ワンパン。ハロウィンパーティーですか。なんだか懐かしいですね。懐かしいですね。はい、もうそれもそのはず、まあリスタート今回10回目、そして全体で30回目でございます。すごいね。こんなにやってきたらさ、積み上げてきたらそりゃハロウィンパーティー懐かしいわなという、感じなんだけど、いやでもどこまで行くんだろうねこれね。もう終盤近いとは思ってるんですけど、はい、楽しんでやっていこうかなと思います。そうだね。でも一度は経験してるんだし、慣れたものじゃない？そううまくはいきませんよ。私にしてみればもう何年も前のことなんですから。確かにそうだよね。あと前と同じパターンで行くとも限らないからな。なんかコスプレの投票とかもそうだし。そういえばそうか、俺の感覚とネネの感覚が違っているということをどうも忘れがちになるな。それに以前と全く同じというわけではありません。気を抜くわけにはいきません。うん、確かにそうか。万が一にもテストで赤点を取ったらパーティーに参加できないしな。その不安もあるのか。赤点はダメですよ、うん、ちゃんとパーティーには参加してください。そうですよね。赤点はもうとりあえずなんか回答の欄書くとこずれちゃった以外はダメですよ本当に。もちろんそのつもりだってば。私期待してるんですよ。あら、え、期待って何の？バンドですよ。ベースを演奏している修二くん、かっこよかったですから、また見たいです。なるほど。今回の週目でもやれと、今回のこのリスタートでもやれと。え、あれをもう一度？私としてはかっこいい演奏姿を見たいと思っているんですが、ダメですか？いや、ダメというか、また演奏をするなんて全然考えてなかったから、心の準備が。確かに、この回はもうやりたくなかっただろうな。あれ、かなりしんどかったからな。寝不足気味で毎日が辛くて、けど俺が逃げ出すわけにもいかなくて。あ、でもさ、その経験みたいなものは、ねえ、その記憶としてはついてるわけでしょ？体は覚えてるか知らないけど、体は覚えてないか。プレッシャーとストレスで吐きそうになった記憶がある。あの忙しい日々をもう一度。やだな、その。あの素晴らしいじゃん。それに、パーティーで演奏しないと、カリアさんはギターを披露できず、もやもやしたままになりませんか？それは、確かにな。確かにそうだ。最初は恥ずかしそうにしていたカリアだけど、舞台が終わった時には満足そうだった。しかも回収できたしね、最終的に。俺がしんどい、辛いという理由だけでバンドをしないのも良くない気がする。あれ？回収したのあれ、え？違うか。あれ、若菜さんの回収、あ、もう、ちょ、もう忘れちゃった。やり遂げた時は、俺もすごい気持ちよかったし。カイドウは、言えばいつでもその気になるだろうしな。まあな。演奏、しないんですか？そう言われると。演奏しましょうよ。ほら、演奏かっこいいですよ。私見たいです、演奏してるかっこいい姿。どんだけ見たいの？演奏演奏みたいな。おもちゃをねだる子供じゃないんだから。そんな簡単に言われましても。ダメですか？あー、いいですよ。じゃあ仕方ないな。可愛らしく首をかしげて俺を見上げるねね。あれ、そんなスキルも身につけてしまったのかねねさん。そういう姿を見せられると男としては見栄を張ってしまいたくなるな。見せてくれたら私はきっと惚れ直しちゃいますよ。あら、じゃあバンド頑張ったご褒美をくれるんだったらいいぜ。こういうやつになるなよ。卑怯だな、その可愛い笑顔。わかった、好きな彼女にそこまで言われたらやらざるを得ない。それに結構盛り上がったしね。本当ですか？やった、楽しみにしてますね。カリアとカイドウにも俺から頼んでおくよ。前も引き受けてくれたし、なんとかなると思う。あの二人との関係はほぼ変化がないから、今回も大丈夫だろう。まあ、変化があったら悲しいけどな。カイドウの方はきっと今回もノリノリで協力してくれる。
ありがとうございます。けどそういうことなら俺の期待にも応えてくれない？え、修二君の期待？お、もしやエッチなことですか？痛くないことなら私もできる限りギリギリまで応じたいと思っています。何なんだこの感じ。ギリギリまでギリギリでいつも生きていたいんだろうな、修二とアキラみたいな。な、あー、いや、その件は後でじっくり話し合うとして、今言いたいのは、俺待って、ギリギリでいつも生きていたいのってカトゥーンか、修二とアキラじゃね。やべ、もういろいろとごちゃごちゃになってきちゃった。しかも古いしな。俺もネネの歌声をもう一度聞きたいってこと。そんな、私なんて必要ないですよ。カリアさんに風邪をひかないように気をつけてもらえばいいんですから。カリアにボーカルを兼任してもらうのも結構大変だったんだよ、説得が。それに、俺はネネの歌声を聞きたい。舞台で歌うネネの姿を見せてほしいんだ。痛いよね。照らされた舞台の上で誰よりもキラキラと輝いていたネネ。綺麗な歌声で本当に眩しくて。俺自身、ベースの練習をしたから印象的だったのか、今でも鮮明にあのネネの輝きを思い出すことができる。けどそれはそれとして、もう一度見られるなら見たい。今回はもう人前に出ても発情とかの心配はないわけでしょ？確かにそうなんですが、でも恥ずかしい部分は変わりませんから。恥ずかしいって思ったかもしれないけど、別に後悔はしてないんだよね。それは、はい、舞台で歌ったことを後悔なんてしていませんが。だったら今回も歌ってほしいな。それって恥ずかしめようとしてます？お互い様や。いや、まあ確かに恥ずかしそうなネネの姿も可愛いは可愛いんだけど、やっぱり意地悪です。意地悪、いや、いいなこの顔。待って、こういうなんかちょっと絶妙な顔もあるのね。けどそれだけじゃなくて、ネネも楽しいと思っていい思い出になってるなら、もう一度一緒にチャレンジしてみない？みんなのためだけじゃなく、俺たち自身が楽しんで思い出を作るためにさ。あー、なるほどな。ほんとリスタートじゃないけど、もうやり直しじゃないけどさ。そっか、前はこう急だったし、なんかいろいろ楽しめる、全力で楽しめてなかったかもしれないみたいなね。だから、まあ、今回この機会に二人で、まあ恋人としてな、まあ舞台に立ってみたいな。それに俺はネネの歌ってる姿を忘れられなかったから、もう一度見たらもっと惚れちゃうよ。うるせえ。その言い方は卑怯ですよ。だからお互い様やな。これさっきネネが俺に言ったことだよ。わかりました、私も頑張ります。うん、一緒に頑張ろう。そうと決まれば、まずはカリアの説得だな。どうすんの？そこ難しいな。まず早速俺は翌日カイドウと一緒にカリアの元を訪れた。そしてハロウィンパーティーのことを告げ、バンドをしないかと提案。あれ、修二君はさ、あれ修二お前もやるんだぜみたいな感じじゃなく、もう今回能動的に言ったのかな。第一声は当然、と激しい拒絶だった。だがしかし、以前と同じようにカイドウが、あ、と、興味ないわけじゃないんでしょ？でしょ？ほら、一回だけ、今回だけ試しにしてみるのもいいんじゃない？変わんねえな。しかもバンドだよ。舞台に立つのは一人じゃない。その上ボーカルはあやちさんなんだから、多少失敗したって叩くようなやつはいないって。ああ、別に適当にやろうって言ってるんじゃないよ。けどそこまで気負わなくてもいいんじゃないかってこと。文化祭のノリなんだから。頑張るね。俺的にはハードルがかなり低いと思うんだよね。初めて演奏するにはちょうどいいんじゃない？こんな機会めったにないんじゃないかな。いやー、もうほんとさ、こんなスラスラ出てくるの営業向きだよな、マジ。言葉がさ、スラ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 と思う。この機会を逃したら、若菜ちゃんってもう一生誰かにギターを披露することなんてできないかもよ。とりあえずお試しでバンドの練習だけでもちょろーってやってみてもいいんじゃない？
もうここで悩んだ時点でよ、という怪しげなセールスのような口調で今回もさらっと流すように解き伏せてしまった。こいつ本当に営業向きだわ。本当だよな。もうマジセールスマンに向いてるよ。すっかりカイドウ君のペースですね。かなり口がうまいんだよあいつ。将来詐欺師にならないかちょっと心配なぐらいだ。さすがにそれはないと思いますけど、とりあえず試験後から練習ってことでいいかな。は、何言ってんの。素人のお前にそんな余裕があると思ってんの。まあそうだよな、普通に考えればな。確かに、やるからには私もちゃんとした演奏にしたい。あ、てかさ、ちょっと今気づいたってください。ねねさんも一緒に練習するのか、このねねさんが入ってくる感じってことは。もう最初からねねさんがボーカルのみたいな、ダブルボーカル。ほーら、若菜ちゃんもこのように仰せだ。提案者としてそこは責任取るべきだろう。それは分かってる。俺だってできる限りの努力はするけど、試験が赤点だとパーティーに出られないんだぞ。修二ってそこまで成績悪くないだろう。というか普段からきっちり勉強してるから特別試験勉強しなくてもなんとかなるはずだ。それはまあなんとかするだけなの。普段通りに勉強していけば、あ、いれば赤点は避けられるだろう。あ、けど古典だけは微妙なラインだな。得た古典。テストの点数も多少は犠牲にする覚悟でないと。厳しいんですね。うん、難しいな。素人がいきなり人前で演奏するんだからここはビシビシ行かないと。それでも全然時間が足りないけどね。そうなんですか。わかりました。私も試験範囲で重要な部分をまとめたり、試験対策のノートを作ったり、できる限りのお手伝いはします。ありがとうねね。もしよければその試験対策私にもお願いできないかな。お、ギターとバイトで今回の試験はちょっと危ない感じなんだよね。あ、じゃあ俺も今回赤点取って追試でってわけにはいかなくなったしさ。お前いつもそんなことしてたのか。問題の傾向がはっきりしてるから安全かつ楽だぞ。知能犯だろ。知能犯って。その分他の評価が下がりそうだけどな。もちろん構いませんよ。今度おかけんのみんなで勉強会をするんですが、よければ一緒に参加しませんか。いいの。はい、おかけんとしても赤点は絶対に取るわけにはいきませんから。運営するんだもんな。そりゃそうか。じゃあその勉強会に参加させてください。よろしくお願いします。俺もお願いします。お願いします。ってことで試験対策はなんとかなるとして、修二はさっき言ったみたいにとりあえず練習な。実際にベースに触れてある程度の基礎は終わらせておいてほしいかな。理想を言うなら試験までに基礎は終わらせて、試験が終わったら即座に曲の練習に入れるようにな。いやてかどうなんだろうね。なんかもうサクサクっと覚えてお前天才かみたいな感じで言われんのかな。やるだけやってみるよ。まあ現実的に考えてそこまで行くのは難しいだろうけどな。試験が終わってから基礎をするとか、正直楽器を舐めてるとしか思えないわ。冒涜だわ。ジュージュ君、もうちょっとこれやるしかねえな。その舐めたことを前回のお前は俺にさせたんだぞ。思いっきり軽いノリで。カイドウって基本的にはその場のノリで行動するんだろうな。いや俺もそうだから何も言えないけど。試験なんてそっちのけで練習しろとまでは言わん。言わんが、なるべく早めに慣れておけ。お前だってやるからには人前で恥をかきたくないだろう。それはそうだな。そこまで状況が逼迫しているわけでもない。1、2時間程度なら毎日確保できるはずだ。なら練習するってことで決まりな。ベースは俺の知り合いから借りてくるから。悪いけどよろしく頼む。じゃあ私はなるべく星名の練習に付き合ってあげる。基礎練を一人でするよりもそっちの方がいいでしょ。助かる。そっちは任せた。それで私は練習にいつ参加すればいいんでしょう。まだそういう段階じゃないからな。まずは修士の基礎固めが優先というか、それが終わらないことにはお手上げ。
だから綾地さんは別でいいんじゃないかな。運営もあるならかなり忙しいだろうしさ。ボーカルだもんね。合わせるのはバックの演奏がまともに噛み合ってからでいいと思う。まあでもなんかもう練習風景をもう見たいよね。この状態でどうなるのか。発声練習とか曲を覚えるとかカラオケで練習とかかな。そうですか。練習は別々なんですか。そうですか。嫌みたいですよ。別々は嫌みたいですよ。これはちょっと当てが外れてしまったな。一緒の時間が増えるかと思ってたんだけど、まあ二人の言うことはもっともで、欲望を口にする前にまずは腕を上げなきゃいけない。舞台の前に目先の目標ができたな。まずネネと一緒に練習できるように頑張る。おーおー、イチャイチャしちゃってまーねえ。なんか星名と綾地さんが一緒にいると私とカイドウってお邪魔になりそう。そんなわけないだろ。そうですよ、変な気は回さなくていいです。まずはバンドの成功を優先させましょう。ということでこれからしばらくよろしくお願いします。うん、こちらこそよろしく。でも完全に陽キャの集まりになったよね本当に。元からさ、もうカイドウとね、若菜さんの陽キャだみたいなね、くくりだったけど、いや、修二君もまあ陰キャ、まあ陰キャみたいな感じだったけどさ、もう完全に陽キャの集まりになったな。そうして俺は試験勉強とベースの練習をなんとか両立させながら毎日を過ごしていった。さあどうなるの。サノバウィッチ、でも当日まで飛ぶ感じ、これ3の4みたいな。お、あ、3の4来たけど、そういうわけではなさそうだ。あ、ああ。なんだか眠そうだね、星名くん。おお、麦さん。麦さんは今回は同じクラス？集中してたらいつの間にか時間が過ぎてて。ベースだっけ。大変だね。調子はどう？本番までになんとかなりそう？なんとかするために頑張ってはいるよ。辛くない？平気？あ、やばい、この包容力が。やばい、紡ぎママみが発動してるな、これ。ねえ、紡ぎママルートちょっと見たくなるね。ベースを弾くこと自体は辛くはないかな。始めたばかりだから楽しいよ、ベース。けど、集中しすぎて翌日が眠くて辛いけど。前回の経験も一応役に渡っていた。指を開いたりする練習は完全に一からやり直しだけど、コツとかはなんとなく覚えているから少しぐらいは上達の役に立っている。ああ、そうなんだね。やっぱりか。まあさすがにね、爪爪でやったからそれ残るのかって言われるとそうではないかもしれないけど、やっぱなんとなくは。まあその知識も所詮初心者のものでたかが知れてるけど。楽しく練習してるのはいいと思うよ。でも赤点はダメだからね。わかってる。パーティーに出られないと努力も無駄になるからな。何か手伝えることがあったら言ってね。ありがとう。けど今のところは俺が努力するしかないから。おーい、星名。おお。そろそろ時間だけど行ける？ああ、大丈夫。頑張って。楽しみにしてるから、バンド。プレッシャーになるからやめて。こんなくだりもあったな、前に。ここじゃないけど。今からそんなんじゃ本番が大変だよ。そうならないように頑張るしかないな。じゃあお先に。みんなにもよろしく言っといて。うん、わかった。また明日ね。悪い、待たせた。ほら早く、あのスタジオ時間に厳しいんだから。そうして俺はカリアと一緒に練習に向かった。頑張れよ。そっかそっか、頑張ってるんだね、星名くん。頑張ってるよ、星名くん。授業中も寝そうになるぐらい毎日やってるみたいです。でもそれ試験の方がピンチにならない？できる限りのフォローはしてますよ。クラスが違うので限界はありますが。あ、違うんだ。それだけ頑張ってるなら本番も期待できますかね。星名くん、まだ自信なさそうだったから本人の前でそういうこと言うのは禁止だよ。まだ
そんな状態なんですか。やっぱり不安。ああ、詰め込んでるからな。始めたばっかりなんだから。そういう自信は生まれるものじゃなく積み重ねるものだよ。さあ、私たちはちゃんと試験勉強を頑張りましょう。はいって言いたいのは山々なんですけどね。おう、めぐるさん大丈夫？あら、ねねさんどうしたの？ねね先輩、どうしたんです？そんな子供みたいにほっぺを膨らませて。ブーだって。しゅうじくん、とっても楽しそうです。いいんじゃないですか？はは、焼いてるんでしょう、はやちさん。楽しそうで、私がいないのに楽しそうでみたいな。焼いてるって、星名くんがベースの練習ばっかりで一緒にいられないから。そこの気になる部分ではあるんですが。うん。あ、もしかしてカリア先輩と一緒に楽しそうにしていることが気になります？あ、ぶーそこなんだな。あ、図星っぽい。あやちさんって可愛らしいね。可愛らしいよね。もうそういうあなた方もですけどね。でもそうですよね。スタジオを借りてカリア先輩と二人っきりなんて、そりゃ彼女としては心配しますよね。いや、てかさ、冷静に考えてみてさ、このヒロインズたちがさ、この集結してるこの図書館さ、天国じゃね？ここで一緒に勉強してたらちょっと逆に集中できなさそうだよな、このヒロインズが。もしベースじゃなくカリア先輩に入れ込んだりしてたら。あら、こーら、無責任に不安を煽るようなこと言っちゃダメ。真剣に頑張ってる星名くんに対しても失礼ってものだよ。そうだよ。それに今のあやちさんにそんなことを言ったら。言ったら？シュウジくんとカリアさんが狭い密室に二人きりで手と手を取り合い、楽器という名のお互いの体をかき鳴らして。よく噛まずに言うな、それを。スラスラと。ねんね先輩、意外とおっさんくさい。というか、あやちさん大丈夫？目に精気がないし、体もプルプル震えてるけど、結構危なくない？そんな主人がまさかそんなことあるわけが、ね、でも今日もあんなに楽しそうに出かけていって、スタジオでお二人だ。ダメだ。ねねさん終了しました。何この顔。フリーズした。ガガガガガガガ。大丈夫だよ、やちさん。星名くんがやちさんの虜なのは周りから見ててもわかるぐらいなんだから、愛されてるよ。そうだよ、星名くんの様子なら心配なんてする必要はないよ。そうだよ。それは分かってます。シュウジくんはそんなことするなんて思ってもいません。それでも気になっちゃう乙女心ってやつよな。そんな度胸もなさそうですしね。本妻と浮気相手が鉢合わせてるような状況に普通でいられるほど豪胆じゃないでしょうから。もうそれはちょっとねねさんどうなんだろうな。それは褒めているのかけなしているのか微妙なところだね。微妙だな。ねねさんはこれに対してどう思うんだろうな。いいえ、完全にけなしてる方向だと思いますよ。まあね、分かってはいるんですが、私以外の人とあんなに楽しそうな表情で過ごしてると思うとどうしても嫌なんです。カリアさんのことが嫌いとかそういうことでは決してありません。それにこんな嫉妬をする自分もどうかと思うんですが、どうしても落ち着かなくて。うんうん、わかるよ。頭でわかってても心では納得できないことなんだよね。なるほどな。そんな感じです。そういえば先輩たちってクラスも違いましたっけ？放課後が潰れちゃうってなるとデートもできないですね。お昼は一緒なんだよね。はい、シュウジ君が倒れたりしないようにちゃんと栄養を考えたお弁当を作って一緒に食べてます。もう栄養管理士とかになって、なんかすごい人になりそうだよね、ねねさん。
まあ、ねねさんさ、もうでも何にでもなれそうだよな、本当に。それでも足りないんだ。それでもね。おせっせとかはどうなの？話をまとめると、うん、過ごせる時間が減っちゃった上に、それが他の女の子と一緒にいるっていうのが気になると。たとえ浮気じゃないと分かっていても、楽しそうだから余計にって感じかな。なんだか恋する乙女だね、はやちさん。ずっと恋する乙女だよ。ねね先輩がこんなにメロメロになるなんて、なんかちょっと意外ですね。それが恋ってものなんだよ、きっと。いいなぁ、恋。こういう姿を見ると憧れちゃうね。憧れちゃうよね、瞳子さんはな。戸隠先輩ならすぐに恋人ができそうに思いますけどね。恋人を作ることと戸隠先輩本人が恋愛をすることは違うんじゃないのかな。まあこれに関しては瞳子先輩ルートだな。でも今のねね先輩を見る限り恋愛するって大変そうですよ。確かにそういう面もあるだろうけど、それだけじゃないからこそあやちさんはこんなに幸せそうなんじゃない。うん、それに恋愛が辛いだけならみんな結婚とかしなくなっちゃうよ。確かに。恋愛、その今の社会はやっぱみんな恋愛結婚だからな。お見合いとかじゃないもんね。なんかあれだよね。それが少子化にもつながってる可能性もあるけど。それは確かに。うん、一緒にいることは重要だけど、それだけが恋愛じゃないってことだよ、きっと。おー、なんだか深いね。さすが夫な。まあ漫画と小説で得た知識に。漫画と小説。そんな漫画と小説読んでましたっけ、トーカさん。そうですね、すれ違いがお互いの絆を深めることもありますよね。そういうことも分かってはいるんですが、やっぱり素直に受け入れることはできないか。それも仕方ないよね、だって好きなんだから。そういうストレスって良くないんじゃないですかね。まあなんだろう、なんつったらいいのかな。なんかさ、バスケ部のやつってあれ、何ルートだったっけあれ。なんか、めぐるさんルートかなんかだったっけ。なんか、あいつ、あの二人みたいな感じだよね。まあでも、ちょっと事情は違うけど。てか、ちょっとてか全然違うけど。本番のためにも、変なしこりは残さない方がいいとは、私も思うな。そういう時は、今の状況を楽しめばいいんじゃないかな。状況を楽しむ？さっきあやちさんが言ったことだよ。すれ違いがお互いの絆を深めることもあるって。うん、だからそうなるようにこの状況も二人の栄養にしちゃえばいいんじゃない。栄養に、なるほど。あのそれってどういうことですか。どうすればそんなことができるんでしょうか。タンパク質多めでいこうぜ。ヨーガス、ヨーガス。ここは一つお姉さんがいいジュラシプレイ。もとい、いいイベントを提案いたしましょう。なんだ、いい、待って待って待って。最後のふーんの伸び方がちょっとなんか不穏な感じだったぞ。大丈夫なのか、そのふーは。何を考えているんだ。今日はそろそろ終わりにしとこうか。はい、ということで若菜さんもこう言ってることなんで、今日はそろそろ終わりにしようかなと思いますが。なんだマジで、何を、ね、じらしプレイだって。何を企んでるんだろうな。はい、ということで、まあなんか思ったこう流れにはね、ねねさん的にはならなかったけどってやつやな。まあ修二くん的にはまあこれは必死にね、これやるんだろうけど、勉強しながら。まあ、とりあえずテストもそうだし、まあ、どうなっていくのか。じゃあ、次回も、お楽しみに。それじゃあ、バイバイ。ありがとうね。